皆さんこんにちは。こんにちは。バイオナンバーラボ所長の山下です。よろしくお願いします。お願いします。研究員の堀です。はい。よろしくお願いします。さあさあ、今日もね、はい、バイオナンバーを皆様に実践的に使っていただくために、はい、本日も所長とお話ししたいと思います。よろしくお願いします。まあ、これまでのね、ナンバーの解説動画などもぜひ合わせてご覧いただいて、はい、これまではですね、まあ、自分が変われば、周りが変わるということに対して、はい、ちょっとこう、数回に分けて、深掘りしてお話をしてきましたけれども、じゃ本日は、皆さん気になってるかと思うんですが、このビジネスシーンで活用できる、このバイオナンバーの使い方について、所長にぜひ、お話を伺いたいと思います。ビジネスシーンですね。ビジネスシーン。いろいろね、言いたいことはいっぱいある中でも今日はビジネスシーン。ゲット。絞ってますね。はい。集中エネルギー。ね、そう、集中してね。集中エネルギーで。はい、まあ、本当に私たちでこのバイオナンバーを使って、こう、まあ、ビジネスでね、いろんな企業様にお使いいただけるように、こう、私、まあ、教育研修機関として、ね、はい。ね、もう30年以上、ね、実施させていただいて、長いんですよ、意外と。で、長いです。で、その中で、まあ特にね、これも毎回言ってることなんですけど、このバイオナンバーを使うことによって、まず何を目的とするかっていうと、やっぱり自己活性です。自己活性化。自分が活性化する。うんうんうん、ね、していただくために、はい、こう、いろんな企業の、まあ、経営者は、の方はね、元よりもいろんな幹部の方とか、そうそう一般社員の方にまでも、ね、はい、落とし込みをさせていただいておりますけれども、うん、まあ、その中でも、じゃあ、いろんな皆さんのお仕事されていらっしゃる中で、うん、はい、このバイオナンバーどう使ってんのっていうと、その自己活性化っていうところで、自分をまずやっぱり知るわけですよ。自分を知る。はい、で、このバイオナンバーで自分を知っていただいた時に、ポイントになるのが、パッと見て、やっぱりこう、あ、確かに自分こういう特性あるなって思うときあるじゃないですか。うん、あります。それはもう自分でも認識できていることだから、うん、もっともっとね、継続的に出していただいて構わないこと。はい。だけれども、パッと見たときに、あれ私こんな特性あるのみたいな。うん、そこで初めてバイオナンバーを通じて知る特性っていうのも。うんうん、あるわけですよ。そうですね、はい。知らなかった自分。そう、うんうん、で、その知らなかった自分を見たときに、なんかこう、いや、私こんなのないからいいや。うん、じゃなくて、あ、これ、こんな特性も私にあるんだっていうふうに、こう聞いて、ね、はい、感じていただけると、やっぱりそこで、今まで自分で気づかなかった自分に知ることによってね、うん、それをまた発揮していただくと、また全然違った結果っていうのが出てくる。これがバイオナンバーのいいところなんですよ。はい、その具体的にこのどんな場面でこう使っていけるというか、うんうん、そうね、今度具体的にじゃあそういう自分の特性知りました、うん、じゃあ使ってみましょうって言った時に、はい、行くと、まあ例えばさ、まあ、一番私たちのまあお取引先さんでもね、よく使われているものっていうと、やっぱりこう、まあ対人でね、うんうん、お仕事をされる方、特にこうセールスで使われていく中で、はい、やっぱり営業って言われてるさ、営業マンの方もいれば、まあ、接客業とかさ、うんうん、まあ、対、ね、誰かに対してやっぱり自分を、まあ、売っていくっていう、うんうん、自分を通じて商品とかサービスを買っていただく、はい、なんていうシーンの方々にはもう非常に、うん、まあ、特に顕著に結果が見えやすい、うん、はい、っていうところでね、使っていただいてます。この例えば、うん、例えばですよ、うん、こう同じ会社の中に自分と同じバイオナンバーの人もいるわけじゃないですか。この方たち、うん、同じなのにやっぱりその業績が違うとか、出せる成果が違うっていうのは、これなんで出てくるんですか？これ違うんですよ。だって人間だものじゃないけど。人間だもの。はい。お一人お一人、うん、やっぱりその日、その瞬間、うん、やっぱり生きてきた人生経験も全て違う人たちでしょ、うん、はい、でその中で、たとえ全く同じバイオナンバーの人同士でも、うん、その瞬間に自分が出している特性っていうのは、また違うんですよ。なるほど。しかも相手もいるものだから、やっぱり自分でこの特性を出そうって思う人もいればね、同じバイオナンバーでもまた違った部分の特性出そうとかっていう人もいるし、まあ、それにプラスね、やっぱり自分の、この何て言うのかな、
今までの経験とかさ、うん、知識とか、うん、そういったものを組み合わせて皆さん出されていらっしゃると思うのでね、うんうんうん、やっぱり一概にじゃあ自分がバイオナンバーね、私と例えば堀さんが同じタイプだから、はい、どね、目の前にいるお客さんに対して全く同じ特性出すかっていうわけじゃやっぱりないわけですよ、うんうん、だからそこがやっぱり面白いところで、ただその中でも自分のやっぱりこう発揮できる部分っていうのもやっぱり人によって全然ねレベルが違うので、うん、そこでね営業成績が変わってくる、なるほど、っていうところもやっぱりあります。はい、はい、なるほど、面白いでしょ、面白いですよね。面白い。だからやっぱりさ、例えばよくあるのが、うん、まあ世の中でもこうセルフプロデュースとかさ、はい、ね、セルフブランディングとか、はい、いろんな言い方されるときあると思うんですけれども、うんうん、やっぱりこう私がよく言うのは、やっぱ何もない状況でいきなりセールス活動をするって言った時の。うんうん、怖さ。で今はほら、なんつうの、時期的にもさ、ね、こう、新入社員の方とか、ね、いろんな方がいる中で、何にも知識や経験がない方がいきなりじゃあできますかって言ったら、やっぱりそういう成功確率っていうのが、うんね、制約率とか成功確率っていうところでいくと、やっぱりちょっと大丈夫かなって不安になるじゃないですか。うん、そうですね。その時にやっぱり研修を通じて業界の知識とか、うんね、そういったものを学んだ上でまたそこのセールス活動にね、うん、従事していただくと最初の頃よりはちょっと良くなったかなって感じするじゃないですか、うんうんうん、イメージに経験と慣れと慣れとか知識が入っていく、うん、でそこにねもう一個使っていただきたいのがこのバイオナンバーなんですよ。なるほど。自分のその企業で受ける研修とか培ってくる経験プラスバイオナンバーを掛け合わせる。そうなんです。掛け合わせていただくことによってやっぱりそこに、ね、知識や経験はみんなそれぞれ平等にあることかもしれないけれども、うん、そこにまた自分の特性っていうものをバイオナンバーっていう一つのまた武器をね、自分が組み合わせることによって、どんなね、まあその営業活動とか、ね、セールス活動、あるいは、ね、接客活動とかさ、うんうん、いろんなものに自分の特性を生かしてお客様に商品を買っていただく、うん、なんていう時にね、自分がどういう状況なのか、どんな特性があるのかっていうのを知ってる人と、うんうん、やっぱり知らない人とでは、うん、またね、このカードの切り方が違うわけよ。違いますね。でも第2数、真ん中の数字が6の人の営業方法もあれば、4の方の営業方法もある。あるあるある。個性ですね、これ。それがまた一つの個性につながる。うん。だから、もうもちろん今までの中で自分自身の個性ってある程度ね、はい、こう自我を確立していくっていうところであるかもしれません。うんうん、だそこにもう一つ、このバイオナンバーっていうものを組み込んでいただくことによって、うん、また気づかなかった自分の特性とか、うん、あるいは、あ、確かに私これできてるって言って、うんうん、それを思う存分また自信持って発揮していただくね、うん、ことに、なることによってやっぱりこう結果が変わっていく。なるほど。まあ、その自分の経験かけるさらにこうバイオナンバー知る自分の特性、はい、これそうです、非常に戦略的ですね。戦略です。戦略、はい、営業も科学していく、セールスも科学していくわけです。おー、はい、そう、ありがとうございます。適当に言ってますけど、ね、やっぱりなんかこう、ね、今あの堀さんが言ったようにやっぱり自分の道具っていっぱいあった方がいいわけで、うんね、やっぱりいろんなものを掛け合わせて出す方が、はい、やっぱりお客さんも相手もなんかこいつ面白いなとか、そうですね、ね、なんかこの人とから買いたいとかさ、うん、出てくるわけですよ。生き生きしてますしね、そうやってこうお仕事されてる方は。だからやっぱり皆さんもご覧になられてる皆さんも感じるかも、あの人から買いたいとか、うん、あの人じゃなかったらもういらないとか、あるじゃないですか。あります。そういうものっていうのはやっぱりその人の特性がやっぱり思う存分伝わってるわけですよ。だからその商品を買うとかっていうところに行くので、まあ、そこがねこのバイオナンバーを武器にしていただく一つの道具だと私は思ってます。まあきっとこう世の中で著名なやっぱり経営者の方とかって自分のやっぱり特性を存分にやっぱり発揮してきているから今の地位がある。そうです。っていうのをまたあの各個人でもね、そうなんです、やっていけるってことですよね、はい、自分のことを知ることで。そうそう、経営者だけじゃない、もう本当に人と関わっていく自分を通じてやっぱり物とかね、うん、製品サービスをこう提供していくっていう方々はね、ぜひ使っていただけるかなと思ってます。はい、はい、はい、所長、はい、これもっとバイオナンバーをこう皆さんビジネスシーンとかより具体的に使っていきたいと思うんですけど、はい、どこで学んだらいいですか。
で、やっぱりそうなりますよね。はい、で、そこをね、今日はもう皆様にね、お伝えさせていただく、この私たちバイオナンバーラボとかね、うん、バイオナンバー通信とか、こういうね、このうちの動画配信を通じてご提供させていただいておりますけれども、はい、やっぱりこう、特にね、こういったこうビジネスパーソン向けみたいな形の、技術的なものについては、今度はね、これちょっと申し訳ないんですけど、アプリケーションの方で。アプリで。アプリケーションの中の方で今後限定でね、皆様に配信させていただきますし、うん、一方でこう一般的にね、はい、使っていただくような方法とか考え方については、うん、今まで通り。YouTube でお伝えをさせていただくので、ちょっとここね、わがまま言うかもしれません。勝手なこと言うかもしれませんけれども、ここはちょっとです、私たちこれでお仕事させていただいている部分もあるので、うん、ちょっとね、まあ、定期購読いただいている、はい、皆様に、はい、ご提供させていただこうかなと。うん、限定での。通販みたいな。限定でお伝えさせていただく部分もこれから出させていただきます。はい。はい、そのように準備してまいります。ご了承ください。ご了承ください。今後もですね、皆さんこの YouTube の、ね、はい、登録者数が増えたりとか、いろんな方にもっとバイオナンバーを知っていただければ、はい、こうもっともっとバイオナンバーのことをお伝えしていくことも増えると思いますので、はい、今後ともどうぞよろしくお願いします。はい。じゃあ本日はありがとうございました。はい。はい、それでは、もしよろしければ、グッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。はい、お願いいたします。はい。バイオナンバーのアプリやインスタグラムも引き続きよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。では、また。